私の名前は金田持夫。親の残したわずかな遺産を元手に FX で財を成した。おはようございます。ああ、おはよう。お金の心配が全くない私は精神的に余裕がある。近所でも礼儀正しく優しい人と評判だ。お疲れ様です。ご丁寧にありがとうございます。毎日頑張ってるな。結婚はしていないが、のんびりとした性格の自分には今の生活で満足しているし、特に寂しい思いをすることもない。不満など何もない。私は自分の人生に満足していた。しかし、大きな取引が大失敗。金持ちから一転、私は多額の借金を背負うこととなった。借金の方に全部持っていかれた。とりあえず何でもいいから仕事を探さないと。とりあえず今は日払いのバイトで食いつなぐことにした。お疲れさん。はい、今日の分。あれだけ働いて、これこっちか。毎日ヘトヘトになるまで働いても稼ぎはわずか。将来への不安も募るばかりで、心から徐々に余裕がなくなっていった。おい、気をつけろよ、新人。すいません。くそ、底辺のくせに。すいません。痛いな、気をつけろ。ああ、イライラする。お疲れ様です。のんびりした性格も、礼儀正しさも、昔はあれだけお金持ってたのにな。やってらんね。私の性格はお金がなくなるのとともに変わっていってしまった。今日からお世話になります。よろしくお願いします。頑張ります。若いのが来たな。この仕事は厳しいぞ。辛いぞ。金田さん、質問よろしいでしょうか？お？意外と頑張るな。金田さん、お疲れ様でした。お疲れ。こいつ礼儀正しいな。やるじゃん。俺も以前は。また頑張るか。